単だよね。簡単なものほどシルエットが。そうなんとか。そうだね。俺だとちょっと道路標識みたいになっちゃう。前回は TLC というヒップホップのステップをやりました。今日はその続きなんですけどもTLC の曲でクリップって、はい、はい、代表曲です。代表、あ、代表、一番有名、一番有名の中の一つです。あ、おそらくこれはクリープのその曲の中の振り付けで使われてたから、そのまんまステップ名がクリープになったと思うんですけども、やり方はね、これすごく簡単なので、足をこう両方膝をこう開いた時に手が開いて、中わかりますか、ね、足はだからずっとこの連続なんですけど、手は1、2、3、45、6、7、まあこういう似たようなステップはたくさんあるんですけども、こういう形、もうこれだけです。これはこれさんできるの？これちょっとこれぐらいいけるかね。今日やった中では、今日やった中では一番楽だよね、これが。私はいい。まあ必要ないと思うけど、一応後ろ向きも。セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シッ、セーブ、エイ、ファイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シッ、セーブ。今ゆっくりやったら、もう痛いのこれ。振り付けでは、そうだね、使うとしたら、ちょっとこう。このぐらいのスピードでやった方が、あんまり今みたいにゆっくりやるとすごいここのもう太ももパンパンになっちゃうんで、じゃあこれはもうあれだね、渡るさんのためにあるようなステップだから、渡るさん真ん中でいけるね。じゃあちょっと音でやってみよう。ご視聴ありがとうございます。